こんにちは。ハローワークには私の会社も人材募集出したことがあるんですよ。なんせね、私の会社は無名すぎるほど無名で、弱小すぎるほど弱小だったんですよね。大して利益も出てないし、給料も十分上げられないし、職種も限定されてるんですよね。で、新しい人を採用しようと思ったら、まあ広告を出すかハローワークに行くしかないんですけども、広告を出すお金がなかったんで、ハローワークにお願いして、社労士さんをね、顧問の社労士さんの通じで出してもらったんですけども、結局ここで見え隠れするのは、吉田さんが言われた通り、その程度の会社しかハローワークに集まってないんですよ。そしてハローワークに行く人ってのは、申し訳ないけども、その程度の人材でしかないんですよね。まあ、ですんで、いい感じで、高いレベルじゃないところでマッチングするのがハローワークだという事実はあります。ただね、私の速稼塾の塾生さんの中に、ずいぶん前ですけども、30代後半で転職活動してるんだけども、全然うまくいかないって方がハローワークに行っては落ちて行っては落ちてって感じで繰り返してたんですよね。でどうしても自分はハローワークの就職が難しいということで、速稼塾に入って起業したいんだっていうふうに考えてくださったんですけども、そこで私は一つの起業モデルをその方にお示ししました。というのが、その方はね、ハローワークに行ってどんな準備をして、どんな試験なり面接があって、その結果、まあ全部落ちてるんですけども、その結果どうだったかってことをずっとね、記録して自分の次の就職活動に生かそうと思って熱心に勉強されていた、コツコツがだったんですよね。でもそれでもなんかトータルでね、結局は100社以上に落ちたらしいんですよ。100社の面接行ってるんですよ。4年ぐらいかけて行ってましたね。で、未だに就職が決まってないんですけども、一時的に1年間の限定で広島市の仕事にはついてるみたいです。1年間の限定でね。だからもうちょっと、あと3ヶ月ぐらいで多分切れると思うんですけども、ここで何が言いたいかっていうと、ハローワークに落ちまくった、ハローワークに落ちてどの会社はどういう面接があってどういう風にしたのかってことをずっと克明に記録してるんで、そこで私はビジネスを思いついたんですよ。じゃあ広島市内限定になるけども、100社以上のそのハローワークを通じての就職活動に際してね、どうだったのか、どう落ちたのか、そして自分なりにどうやったらうまくいくふうに見えたのかってことをアドバイスできるような、そんなコンサルタントになったらいいんじゃないのっていうふうなね、逆手を取ったわけなんですよ。そうすることによって、その方は、あ、なるほどと、自分が面接を受けてなんで落ちたのかを想像することぐらいはお話できますよねって形だったんですよね。で、ハローワークに行って広島市内で落ちた方に対して、まあ、アプローチをかけていってですね、自分はこういうふうに落ちましたとかね、こういうふうになりましたっていうふうに、まずはグループ作ったらしいんですよ。その中で、今度こういう会社を受けようと思うんですけども、どうだったですっていう中で、その方が受けて落ちた会社があったら、その方の経験を話するみたいな形でね、かなり役に立ったみたいです。まあそれによって儲けたかっていうと、別にあんまり儲けてないんですよ、その方は。ただ多くの人にいろんなことをね、アドバイスできるっていう体験を得たということで、非常に自信がついたと。その失敗例の中から大きな成功をつかんだというふうにその方は言われてましたね。で、その自信をもとに、今は広島市の、まあ、行政職員として非常勤でね、1年間だけ勤めてるらしいんですけどね。だから何て言うんですかね、直接就職をゲットしたわけではないけども、ハローワークに行って失敗した経験を生かして、人にアドバイスをする道を切り開いて、人にアドバイスをしたことによって、いや本当参考になりました、ありがとうございますが積み重なっていって、俺でもなんかできるかもしれないなみたいな自信につながって、その自信が広島市の仕事もちょっとトライしてみようかな、ハローワーク経由じゃないけどみたいな感じで、それまでは全然考えられなかった道に進んだってことなんですよね。現在53歳です。うん。で、来年はまたね、新しい就職活動に入ると思いますけども、うまくいけばその1年間の限定雇用が3年に伸びるらしいんですよね。どうだったのか、今度ね、話聞いてみようかと思います。いってらっしゃい。